Mito. Arigato. Omae ni karita kono chikara de aitsura o sekai o mamoru. Kono chikara imamade no shinin to akira ka chi. Mazu wa ippon. Hanareru ka. ってきているようだな。 大丈夫か？
限界が近いようだ。だがさすがの奴もあれだけダメージを与えれば。何あれ。あれっては俺の後ろの弾か。でも大きさが違いすぎる。あれは大丈夫かい母さん。に残された終わりの道、つまるところ忍びという歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サムヤツの言う終わりの道とやらを歩く気は。これっぽっちも当然だ。勝負の歴史ってのはずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。私に忍びの歴史は俺たちで守り抜く。忍び風情がいくら吠えようが貴様らに未来はない。これで最後だ。やるぜサスケ、さくらちゃん。うん、行け。小さなチャクラ殿が、わらわを、わらわを舐めるな。ここまで来てひるむかよ。甘い。無駄だ。残された時間は少ない。攻撃、攻撃、攻めるわよ。お飛べ。しんどい。なかなか倒れねえ。話す暇があったら奴を攻撃しろ。もう残された時間は少ないんだぞ。あら、よった。これで始末。甘い。17万。さっさと呼べ。甘い。ぶっ飛ばす。ぶっ飛ばす。さっきよっと。ぶっ飛ばす。急いで。もう黒いのが目の前に。時間がない。もう攻めまくるしかねえってばよ。まさかここまで。何なんだよお前たち。どこにこんな力を。てめえは俺たちを甘く見すぎなんだよ。忍びなめんじゃねえぞ。さくら、これは宇宙惑星螺旋手裏剣。さっさと呼べ。飛べ。
逃がさぬ。押せ。飛べ。貴様ら。ナルト、準備はいいな。ああ。祖であるわらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。行くぞ行くぞ、スマッシュです4人とも無事なようだな。リクドのおじいちゃん、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ。あの精神空間で2人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな、ナルト、サスケ、そしてサクラとカカシ。よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ、お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからも。おじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか、よし。
からのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ散歩しよう。これより江戸天聖を下実する。共に戦った者であっても、いつまでもここに残すわけにはいかん。光が、先ほど仙人様に言った言葉、信じておるぞ。この葉隠れを任界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うように、あとは後の者どもに託すとしよう。待てろ。行くのか。お前も共にな。結局俺の夢を背負った。俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。いかに後ろをついてきて託せる者を育てるか、それが大切だった。いずれにせよ、俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。あサンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていることよくわかった。クシナにいろいろ伝えておくよ。俺ってば、ちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまに木の葉の温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。それからとにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すおかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって、しっかりやってんだって。わかった、全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次任界大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、おのおのの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。